ちは。こんにちは。ベストナインおじさんがどうしても聞きたいと、はい、いやベストナインね必ず聞きたいんだよね、そうなんだ。どういう人を選ぶか、うん、でもそういう話を打ち合わせでちょっと話をしてたら、はい、ベストナイン決めるんだったら打順も決めた方がいいでしょうみたいな。やっぱ長くチームも預かってたから、そうですよね、やっぱそういう意識で選ぶよね、ベストナイン。ただ単純にそしたらもう打つだけなるもんね、打った人、打った人、打った人、そう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 、やっぱり守備って、1年間でキャッチャーに言ったら、今日はあいつ守ってくれて勝ったなっていっぱいあるから、あ目線はやっぱキャッチャー目線、やっぱキャッチャーだな、うん、この前、新之助が来た時も、そういう目線だったよ、いやし、もうとにかく守ってくれたら、見たことも足があって、守備が上手な人やったから、はい、やっぱりセカンドでやっぱ守らないとって、何ぼ打っても守れなかったら、勝ちないもんね。はい、あやっぱポジションで、うんうん、ヒットを180本打ったとして、いやそれは例えばあれですけどいやそれだと結局はね、まあね、まあ、180本打ってもヒットをそれに何本も抜かれてたらね、はい、で試合の終盤いないとかね、そうそうそう、うんうん、やっぱ試合の終盤ちゃんと守れる人じゃないとね、ベストナインは9回いなきゃダメですよ、そりゃそうだね。さあ楽しみだよ、はい、もうピッチャーはおそらくこの動画のずっと流れからすると、うん、はい、もう分かってると思うけど、はい、誰、もうそれ斉藤でしょもうそれしか考えられない、斉藤しかもう考えられないですね。あ本当、うん、打席に立ったことないし、うん、打てんわってピッチャー何人もいたけど、はい、やっぱり彼のおかげでいい思いしたし、斉藤受けてマスク越しにいい思いをいっぱいしたんで、うん、やっぱり すごいと。例えば打席に立ってこれはすごいわと思ったら、ね、唯一コーチにね、ピンチヒッターいきましょうって言ってピッチャーいるんですよ。誰？大魔神。ああそう、9回に佐々木、9回に竹上さん、バッティングコーチで、バッベジがやってきて、レガース取って、竹上さんが、また回ってくるから行けよって言ったら、竹さん、ピンチヒッターいいじゃない、ピンチヒッターバカあ、そう自分これピンチヒッターでしょっやっぱ嫌だった。いや、嫌じゃない、打てる気がせん、ああもう調子よかったら、あその時佐々木だって、あ今の佐々木やったらっていう時もあったし、この何時間のあれ見てて、うわかんすっげえなみたいな。で例えば昨日3連戦で1戦目出てきて、ベンチからフォークの落差とか、100まっすぐ110キロフォーク三者三振で、次の日そらさ俺この勝ちたいじゃん、1点差やったらチャンスあるわけじゃん、バカなああそう、じゃあ斉藤がエースで、うん、抑えのエースが大魔神、大魔神やろね。じゃあ例えば7、8、9というふうにユニットを組むとしたら、それちょっと、ああそう、それは誰、じゃあ大魔神でしょ、最後抑えは、うん、最後はそのセットアッパー、その前は、その前って俺らの時いなかったもんね、そんなにいなかったけど、俺いなかったやん、でも大体抑えが並んでくると思うんだけど、あそう、それ7、8、9をこのピッチャーが7、8、9に揃ってきたらもう6回までで楽勝やって思えるピッチャー誰だ、誰なんやろ。急にパッと浮かんだのが山口哲よかったよね、巨人の。あよかったね、それは哲夫さんタフだし、哲夫さんタフで、どんな9回言ったら優しいからダメなの、あいつは8回ぐらいで、はい、いや1点ぐらい取られても まあ、いいんでしょって言ったらすっごいピッチャー、優しい子なの、ね、優しい子だけどタフだし、どんな場面でも対応してくれた、もう三面倒でも、よさっさん今日大丈夫かできますよっていう、頼もしい、心強いですね。じゃあ大魔神の前が山口、もっとインニア、もっと抑えが浮かんでこないからね、誰だったかな、まあ、球児とかみたいな、球児もすごいね、すごいでしょ、立ったことないけどね、敵ながらね、ピッチャーやったね、球児、阪神の時ね、まあ、立ったことないんだ、球児なんだ、もう入れ替わりなの、球児は選抜やった、あその時は、うん、出だして選抜あるんちゃうかな、最後の、じゃあ津田とかは立ってる、あ津田立ってないです、立ってないな、でも大野さんとか後ろにいたら嫌だったよね、大野さん俺は先発のイメージだけどね、あ俺もそうだけど、まあ途中で大野さんよかったね、大野さん、じゃあまあ大魔神と球児もよかったね、すぐベンチから伸びてるの分かったもん、分かるよね、はーい、ピッチャーもう絶対回転がいいんだろうなっていうのが分かる、見てても分かる、ボールを変化させて、はい、打ち取るってピッチャーじゃん、もうベンチが見てるの伸びてるの分かるの、だからベンチからもう
俺バッティングコーチで、はい、高め振んなよって振ってくるわけ。でも内心あれは振るやろなって振るやろなみたいな思ってたんですね。振るなーもう伸びてるのよ。もうでも今でも現役でねまだやってますね。良いね。よかったね。はい、ピッチャーが出て、はい、キャッチャーキャッチャーもう振るやね。振るたね。振るた、やっぱあいつ守備力もう打つだけや。クリだったら新之助も一緒わと思ったけど、ね、30分、40分打った時もあるし、でも古田のワンバウンドのうまさね、うん、取る、あれも取るのみたいな、これも取るみたいなすごいですね。あのフットワークね、はい、俺、あいつのビデオを見てたの、はい、あいつに近づけたくて。あ、そうなんですか。日テレにちょっと古田のスイングのビデオをちょっと編集してって言って、はい、いいで、ずーっとなんてこんな。でも一つ分かったのはもう、はい、俺とあいつの柔軟性と持ってるもんが違うっていうのにたどり着いた。俺は無理やと思った、はい、俺はあいつはなれんと思って諦めたけど、はい、あいつフットワークという真似したよ、練習したよ。でもよく足が動いてたよな、あいつは。あ、そうなんだ。それてるのも起こして足がバーッと、それはね、もうあいつの下半身の強さと柔らかさが、俺は強かったかもしれない。あんね、柔軟性なかったね。硬かった。それも持って生まれたものなんですかね、本当は。足首が土に刺さってたからね。硬すぎて、そんな硬いんだよ。いや、本当、足首硬いんだもん。シゲも、あのフットワークは、谷シゲっていうのはいいフットワーク、柔らかくて。あ、やっぱり柔軟性があるんですね。うん、でも、通ってたらバッティングもあったし、はい、両ともシゲと古田っていうの両ともできながら、畜生がして、まあ、もう叶わねえな。でも近づきたいなと思ったキャッチャーやね。まあ、その中で古田と。古田やね。はい、じゃあ、ファースト。もうファーストも落合さんね。落合さん。まあ、勉強もしたしね。うん、違うよね。うん、やっぱ三冠を3回取ってるからね。すごい。それ文句はないと思うよね。落合さん。なるほど、うん。はい、セカンド。セカンドだけちょっと思いつかなくて、敵ながらすごいと思ったのが、山田やね。山田哲人。まあ、哲人。だって3割30本強打者ってこういっぱい、そうです、毎年30個走るわけでしょ。で、あいつアウトならないのよ。あいつ大抵セーフなのよ。あ、じゃあ早いんですね、思った以上に。あとスタートがすごい。だから絶対で言う、じゃあ豊さんの通りをいっぱいしたい人があれ、自信がなっていかないんだよね。いかないかな。だって今でもあの去年かなんかあの新聞を見たけど、今のこの何百個走ってて成功率8割5分かなんかって言ってた。高いんですよね、うん、でも年々クイックもな、精度が良くなってきて、うん、今なお30個走マークしてるんだから。それでもですもんね。でパワーもあるし、はい、バッターでも嫌だし塁に出たらなお嫌だしみたいなね、キャッチャーはね、うん、これを2番バッターぐらいだったら最後の2番だから。あ、最強バッター。まあ最後に打順を発表してもらうけど、ね、はい、サード憧れた加計夫さんやね。あ、子供の頃から地元神戸で阪神よく見てたから、はい、やっぱり憧れたのはもうカビさんで野球しだしてキャッチャーやってんけども、うん、で加計夫さんが出てきて、もうミスタータイガースやからね。そうですよね、うん、あ、じゃあ元々もう阪神ファン。いや、阪神ファンやかな、うん、憧れの巨人みたいな。ああ、アンチ巨人なのか。憧れの、いや、憧れだらけ。ちょっと、あと巨人ってかっこいいチームやね。俺は生まれ神戸なんや、阪神ファンや、阪神やみたいなね。サンテレビジョン見てたからね。あ、サンテレビジョン、そうですよね。加計夫さんと最近会う。いや、こう去年もね、甲子園行った時喋ったりとかね。でも、そんな話はレギュラーだった頃言ってたから、うん、ある時加計夫さんの評論家で、食べてたら食われて加計夫さんが大好きでっていう話をラジオかなんかで、テレビでも俺言ってたもんね、そういう話を。加計夫さんの方から一回飯食うかって、俺選手の加計夫さんに飯連れてってもらったことがある。すんごい、うわ、加計夫と飯食ってるよ、幸せやと思ったことがある。かっこよかったよね。まあ、今もかっこいいですけど。いや、今なんてコメント欄に来てるか知ってる？誰に似てるっていう。大橋巨泉って。そう、大橋巨泉に似てる。え、大橋巨泉みたいな。貫禄が出てきたんでしょうかね、なんかの。メガネかけちゃってね。加計夫さん。加計夫さん。誰と悩んだの？江藤もそうだ。あ、江藤ね。加計夫さんはもう画面越しというか、俺が全然試合出る前のスーパースターだったから、はい、うわ、すっげえなーと思ってて。まあ加計夫さんね。じゃあ加計夫さんでもそこは。はい、はい、ショート。ショートはやっぱ早いとかな。
坂本ね、コーチでずっとね、あやっぱりあとこれだけこう毎年出続けてるショートってそう、まあね、あとバッと思いついたのが西武の松井っていうのも和夫さん、和夫さんもすごいと思いながら、はい、で守備だけなら、はい、宮本慎也とか、うん、いろいろいたけど巨人ではないないんですね、現役の時巨人の時はもう かわいいだから、かわいさんショート、うん、そうですよね、うん、でも坂本はもうデビューの時からずっと見てきてるから、ね、でも守備はかわいすごいすごかったよ、はい、でも打つだけならもっと打つのがいたじゃん、やっぱり松井もすごかったし、はい、宮本だと3割前に3割打ったりしてたし、はい、坂本ね不思議でしたも取ってるしね、ショートで40発打ってるしね、まあ、若干宇野さんっていうのもホームラン打ったなってイメージあるけど、荒っぽかったってイメージもあるし、はい、それぞれ見たけどやっぱさトータルでやっぱ坂本なのかな。なるほどね。あまり俺は喋らないようにしてるけど坂本、俺坂本大好きで、お前いい加減にせよみたいな。もう分かったわ坂本好きなの。でもいいじゃん、好きなもしょうもないよ。いや、ね、自由、個人の自由だから、ね。いやでも俺も監督にね、うん、原監督に坂本って使おうと思うんだよって言う時からずっと注目してるから。2年目はもう。うん、でやんちゃな時代も知ってるし、なんか今もうキャプテンとしてみんなやんちゃですよ。いや、やんちゃやんちゃ。でもなんかこうずーっとこう生い立ちを見ていってるっていうような選手だから、なんか親心じゃないですけど、そうですね。さあ外野、外野はいっぱいで迷ったけど、もうちょっとポジション変え、いじってもいいでしょ。あ、全然いい。僕はもうレフト秋山さん、秋山さんというか、秋山浩二、西武ソフトバンクの監督までやったね。身体能力が半端なかったね。まあ、あのね、外国人も パワーはね。そうだね。もう僕キャッチャーで、アブハイティファームで4番バッターで一緒にやってて、うん、もうアウトコースをチャンって引っ掛けられてレフトホームラン、思いっきりプロヒッターなんですけどね。すごいですね。リストが強かったって。足もむっちゃ速いですよね。もう4番で出て走りまくるのよ。やめてみたいな。4番で走るってすごいですね。そう、もうちょっと試合数が多かったら40-40やってたよね、完全にね。できてましたかね。その時130守備も上手だ、肩も入れた。隙がないですね、秋山さん、うん、秋山さんすごかった、かっこよかったですね。かっこいいし、うん、はい、センター、もうセンターはもう松井秀喜だね。あ、松井のみんなもう見ててすごいっていうのは分かるんだけど、うん、一緒にやってた時にの凄さってやっぱなんかある。まあ、例えばものすごいウエイトをやってるとか、ウエイトやってるの見たことない。ああそう。だバットは長嶋さんとしょっちゅう振ってたよね。ああそうなんだ。長嶋さんつきっきりだから。ああ、長嶋さんは僕たちに指導してくれませんから、松井秀喜。ああ調子悪くなって4番バッター清とかさ、 あと主軸の吉田であったり、僕らも見て構ってくれませんから。全然考えてない。ちょっと寂しいもん。まあね。で僕も俺たまに監督、たまには僕も押してくださいよ、言ったことなんておっしゃってました。まあしっかり守っとけ。あ、守っとけの方になっちゃうんですね。でも松井の性格って、うん、やっぱあのまんま、だからもうちょっとお茶らけるでしょ。いいやつですよ。いや、いいやつだから分かってんだよ。あの実績、あのスターで、うん、寡黙なところが好き、僕は。やっぱ選手の時は、あ、秀樹熱いってこうあったけど、コーチになってからの好きだった。よくあいつのこと見てたし、はい、やっぱあの練習に不平不満一切言わない人間やし、あったと思うよ俺はこんなんしたいとか、うん、いやチームって動くんだろ村さん、俺チームのことはそう。なるほど、町の天狗にならずにってことですよね。やっぱフォアザチームだよね。守備練習もちゃんとしてて出たのが、守備練習やってるよ、すごいすげえな、はい、いやお前守備練習やってたな、村瀬さん当たり前じゃないですか、あいつの当たり前のことだもんね、はい、だけの選手がってことですよね、うん、たまに遅刻するんだ。いや遅刻しないの、ギリギリ来る。あ、ギリギリ1分前1分早く来い。そういうとこもあるんですか、面白いですね。ミーティングは、ね、いつもギリギリ来る。時間がちょっとね、でも、まあ、ギリギリ、ギリギリ、ね、普通野球選手って5分前とか10分前当たり前だけどね。あともギリギリ、ギリギリ、でもセーフなんだ。セーフ、遅刻はしてないですからね。 はい、もう一人でライトはね、こう吉野部か一郎か迷ったけど、打順を考えたら一番やっぱ一番にするのがおらんなら一郎だろうと思って。ああ、打順も考えての一郎で出てくるんですね。一番を一郎だな。一番一郎。
人もいっぱい、一郎だね、一郎ね、3000本、4000本そうお化けやもん、すごいよな、すごい、一から数えていくのも大変だろ、また4000本、ね、一郎もすごいと思う、すごいぞ、ヒットってもすごい、でもそれだけ試合に出たのがすごい、そうですね、どんな体なのみたいな、怪我しないのみたいな、それも体型変わらなかったよね、そら今日ありえないでしょ、すごいですね、足張らないのみたいな、で通りずっとしてたでしょ、肉まんなら知らないのみたいな、ないの、あの筋肉、そっか、体幹がお化けだよね、お化けでしょ、でもやっぱ接戦もしてたんだろうね、ちゃんと、いや、そうでしょうね。さあヘッドコーチ、じゃあ今日の打順を、打順はな、僕はもう一番一郎、はい、ライトね、はい、はい、左、はい、から行って右、まあバンドもできて、バンド刺すことないんやろうけど、困ってセカンド山田、はい、3番センター松井、はい、4番ファースト落合、はい、5番サード掛布、はい、DH 使います、 DH 使います、はい、金本、はい、7番レフトで秋山、はい、でショート、はい、坂本勇人、何番ですか、8番贅沢だな、だベストラインでしょ、いや、ベストラインだもん、そうですね、別に8番坂本ってなかなか聞けないから、すごいと思って、で9番でキャッチャー、ルタ、すごいですね、すごいドリームチームですよ、まあ、勝てないよね、相手はでピッチャーが斉藤投手です、はい、で向こうの先発がダルビッシュ、中継ぎにマー君、抑えに誰、まあ、誰っていう、でもこれから大谷とかぐらいしか抑えられないと思う、やっぱりこれ松井を6番に下げて金本3番のがいいかもしれないね、お、そうしますか、その方が走れるからね、あこの辺が打ったらでもランナー帰ってくるからね、松井もマジか、マジか早いけどね、そうだ、走ってます、やっぱね、長くね、コーチやるとね、点を取れる、やっぱ書いてみて、うん、こう、やっぱ想像に入るんだよね、うん、試合展開、そうね、あここ書いといた方がいいかなとか、うんうん、豊さんも書いたりしてました、コーチもそうですよね、こう、いや、ここは黒板というかこう書き出して、いや、これとこれはちょっと入れ替えといた方が良くないですかねって、こっちの方が調子いいですよとか、で、これだと原さんに、ちょっとお前もっと考えろってなるから、やっぱり持っていかんと怒られちゃうから、やっぱり早めにってこう、でも書くよ、書いてた、あー、で持っていくんですね、だから何もコーチで経験あるからそうやったと思うよって言ってた、中畑さん、バッティングコーチもしてね、バッティングコーチもですよって言って、じゃあ中畑さんに持ってって、まあ、中畑さんと俺は決めてたけど一緒に、うん、まあね、まあ、こういう打順どうでしょうか、ね、ベストナインでした、以上です。